アルゼンチン空軍のラウンデル。アルゼンチン空軍はアルゼンチンの空軍。1912年に陸軍航空隊として発足。1935年には初の国産機となるあえ、メガバイトに攻撃機を14機配備するなど、早くから国産機を配備した空軍である。1944年には200機がアルゼンチンでライセンス生産された。 ハーチスホーク75を主力として、欧州各国の空軍に次いで空軍として独立した。第二次世界大戦後はイギリスから、グロスター・ミーティアブロ・ランカスター、アメリカから、海 -86F を導入する一方で、コイン機であるフマ IA58 プカラを開発して、周辺国との国境紛争に対処した。1982年のフォークランド紛争では、A-4 や、 ミラージュ3を運用して、イギリス海軍の艦船アンテロープ、コベントリーなどを爆撃で撃沈するなど活躍する。一方で、シーハリアーとの空中戦では3機が撃墜されるなど、空戦では劣勢であった。現在は、国産練習機フマ i A63 パンパを運用する一方、原油機の近代化を計画中である。2018年時点で、 現役兵役約12,900人が所属。空軍参謀総長は空軍大将が任命され、任命権は大統領が有している。この他には空軍参謀次長、空軍総監査官、空軍総書記官が置かれ、本部には4つの部が置かれている。国営企業である国家航空の運営も空軍参謀総長の責任の下で行っている。 本部の下には3つの任務別司令部の他に、航空管区司令部が置かれている。国産機であるフマ A63 パンパ。クリストファー・ラングトン、ザ・ミリタリー・バロンス2007、ラウト・レッジ。ありがとうございます。